久保さん無名で稼ぎまくれにしましょうか。無名で稼ぎまくれと。まあ無名なんで、まあ稼げる上限っていうのはね、有名の人には勝てないんですけど、なんだ、うん、まあ普通の給会社員の給料よりかは稼げるんじゃないかなとは思,う思います。僕は普通に会社員で働いてたら、まあ借金2000万も返せなかっただろうし、まあいろいろできないこともがいっぱいあっただろうと思います。 うん、で今の時代っていうのは多分まあライバルも多いですしそのインフルエンサーももう似たりよったりなのでまああそこのポジショニング行くのってまあそこを目指すのは悪くないと思うんですよ全然悪くないと思うんですけども、まあ、結局そのそ,そのなんだ椅子は限られてると僕は思うんですねうんだからまあそ,そこの可能性よりかは、うん、まだ椅子がないところですよねこの人の椅子ですよね そのの大衆の全体的な大衆の椅子ではなくその人のオリジナルの椅子というか A さんにとって僕みたいな A さんにとって久保さんがいい一番いいっていうだからその大衆全体の一番ではなくその人の一番になるっていうのが一番いいんじゃないですか うん、で、あるならば、もう少ない人数でも、ずっと、まあ僕もね、正直なんでこれビジネスずっとできてるかっていうと、久保さんもそうですけども、僕もやっぱリピートなんですよ。だから多い人だともう10年クラスのリピートのお客さんいてますので、なんでまあそういうリピートしていただいてる方に支えられてるっていうところは非常に高いです。うん。だからまあ、それは、 なんでそのリピートしてくれるのかっていうとまあ少なくとも僕が1番なのか2番なのか3番なのかわからないですけどもその人の中には僕っていう存在がいてるっていう状態を作れてるもしその人の中から僕の存在が消えていたら僕の商品は売れないですから何も見てない状態になるわけじゃないですかなのでまあこれからのビジネスっていうのはいかにそのその人の1番になるかっていうところがカスタマイズ性っていうのが非常に大事なんじゃないかなと思いますねいってらっしゃい